どうもこんにちは。調子と兵を動きながらゲーム実況するゲームおかきの時間がやってまいりました。前回の引き続きドラゴンボール Z 強襲サイヤ人の続編である激震フリーザをやっていきます。前回同様オフラインチート、これを利用してやっていきます。 BPMAX ってやつね、これを使ってやってまいります。じゃあ行きますか。サクサクっといきます。宇宙船の色だ。何？運命の選択じゃ。カードをめくれば何か起こるぞ。うわ、戦うのかい。戦うために。オート、あ、オートできるの、いいね。したらオートで、オートでお願いします。いいね、オートできるっつうのいいね。ああ、連続攻撃できるんだ。属性のやつでやると連続攻撃できる。これはいいわ。宇宙船で5人で移動すんな。その都度カード引くってやつ。大魔王復活みたいな感じだね。やった、大魔王復活も毎回こう誰か出てきてカード引いて、それで敵が出るか、それともお助けカードもらえるかとかね、選択できる。海王様かい。うわー、敵だ。いちいち降り立つってな、毎回これ表示すんのかい。惑星か。なんだこれ。接触しない。これで一気にいけるかな。1、2、3。よし、いけた。ナメック星到達。やった、ついにナメック星に到着した。ブルマ、やった、ついにナメック星に到着したわ。待っててね、今大気の成分を調べるから。しかしすでにみんな外へ出ていた。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところに似ている。ああ、サイヤ人と最初に戦ったところだろ。本能的に故郷にいたところが落ち着くんだろうな。これ確か、これブルマ激怒すんだよ。ブルマはドラゴンレーダーのスイッチを押した。反応が。やった、マジ、どうしてあれが2つも来るわけ。ベジータ、フリーザの野郎め、ドラゴンボールは絶対に渡さんぞ。キュイ、ああ、キュイね。この当時ベジータとライバルとされた。見つけたぞベジータ、これで堂々と貴様を殺せるわけだ。フリーザ様の命令だ。ドラゴンボールは貴様には渡さん。どうすんの？もうダメよ。地球に帰るしかないわよ。でしょ？早く帰ろう。あんな奴らにドラゴンボールを取られたらおしまいです。大丈夫。こっちはドラゴンボールがありますから。よし。7個それで願いを叶えるんだ。願いを叶えるんだ。Z 戦士は早速ドラゴンレーダーでドラゴンボールがある村が南西の方角にあることを確認した。南西ね、キーワード。よし、どうする、飛ぶか。いや、どうしてなら歩くのと飛ぶのって。ま、もう少しで着くぞ。
ベジータ来てる。よし、村ついたぞ。村にたどり着くと、そこにいる老人が出てきた。 Z 戦士たちは事情を話し、この村にあるドラゴンボールを譲ってもらえるように説得した。わかりました。このドラゴンボールをあなた方に差し上げます。ご無事と成功を祈っています。通信中をもらった。悟空だ。一方、地球で入院中の悟空は、亀仙人？どうじゃ悟空よ。亀仙人が悟空の見舞いにやってきた。実は先ほどブルマたちから連絡が入ったのじゃが、ナメク星にあのベジータもやってきたらしい。ベジータの他にも奴の仲間が何人もおるそうじゃ。しかもそのうちの何人かはベジータを超える気を持ち、ボスのフリーザという奴は桁違いの気を持っているらしい。その時のおっそりとヤジロベが病室に入ってきた。ヤジロベ、よう生きてた、生きてたか。やっと扇子が出来上がったんだ。カリン様がよう、おめえに全部持ってけってよ。お、一気に回復した。サンキュー、待ってたんだこの時を。ほら、ナメク星に行ってくる。そう言って悟空は病室を飛び出して行ってしまった。さあ、悟空がね、宇宙船に乗ってくんだ。そうそうそう、修行するんだよ、この宇宙船の中で。まあそんな悪くない。ちょっとそう考えるとあれだな、大きいカード先に使っちゃった方がいいかもな。あ、なに、え、強制なんだこれ。修行だ。よし。うわ、なんだこれ、ドドリアさんか。ベジータやフリーザの手下もやってきているのだった。一体誰がこの、誰が村にたどり着き、ドラゴンボールを手に入れるられるのだろうか。これ確かね、これね、村に行くんで、右下の方のね。よし、5、やった、着いた。先に村にたどり着くと、そこにいる老人が出てきた。 Z 戦士たちは事情を話し、この村にあるドラゴンボールを譲ってもらえるように説得した。わかりました。このドラゴンボールはあなた方に差し上げます。ご無事と成功を祈っています。よし。一方、悟空はしばしの休息から目覚めた。その時、海王様からのテレパシーが聞こえてきた。海王、悟空よ、聞こえるか。実はな、ここに客が来よったんじゃよ。すごいぞ、今度の客はお前よりはるかに短い時間で蛇の道やバブルス・グレゴリーの修行をクリアしよったぞ。ちょっとばかりギャグのセンスは悪かったが、お前もよーく知ってるはずじゃ。ピッコロだよね。悟空、てめえだけ強くなっていくのは俺様のプライドが許さないからだ。意地でもドラゴンボールを集めて俺を生き返らせろ。てめえよりとか、口悪いな。俺たちでそのフリーザってふざけた野郎をぶっ飛ばしてやろうぜ。
便利だな、テレパシーって。もう50倍、よし。その頃 Z 戦士たちは次のドラゴンボールを探すためにこの地域に来ていた。そしてドラゴンレーダーでドラゴンボールがある村を探そうとしているところだった。ザーボンさんだね。フリーザ様、村を発見しました。しかしどうやらベジータの他にもドラゴンボールを探している者がいるようです。ザーボンさん、すぐにベジータやその邪魔者たちを連れてきなさい。死なない程度に痛めつけてドラゴンボールの在りかを吐かせるのです。それから惑星フリーザに連絡してギニュー特戦隊にここへ来るように知らせなさい。フリーザ様、なぜギニュー特戦隊など。お言葉ですが、あの連中を呼び寄せる必要など全くないと思うのですか。私には妙な予感がするのです。どうやら強力なサイヤ人がやがて敵となるような気がするのです。はじめはベジータかと思いましたが、違うようですね。そんなこと思い過ごしでは。ベジータ以外といえば地球にいるなんとかというものとその子供だけ。そいつらはベジータよりかなり戦闘力を劣るはずです。私の予感が間違いだとしても。そんなことより早くベジータや邪魔者どもを連れてきてほしいですね。サーボンはそそくさと宇宙船を出て再び捜索に飛び立った。いや、今のうち目をつまんでおけなければ。スーパーサイヤ人になられては厄介ですからね。ついにフリーザは Z 戦士や悟空の存在に気づき始め、本気を出してきた。すごい勘だ。そうとは知らずに Z 戦士たちはドラゴンレーダーで見つけた南東の方角に、南東ね。これそれにしても、地球で生き残ってるの、この中で生き残ってるの、ゴハンとクリリンのはずなのに、ヤムチャも天津飯もチャオズもいるってところがね。南東行きます。ザーボンさん、あ、弱くなった。よし、ベジータだね、これは。よし、いただいちゃうと次のドラゴンボールも。着いた。よし、手に入れたドラゴンボールを。あ、デンデだ。お願いします、どうかナメクセを救ってください。最長老のところへ案内します。僕もご一緒します。最長老とは何者だろう。なぜ最長老のところへ行くのだろうか。何にせよ行ってみるしかなさそうだ。悟空、まだ宇宙船か。立ち寄らない。ステップいらないよな、わざわざ星に行く、降りるっつうの。すぐ戦闘でいいじゃないか。この先にある建物が最長老の家です。少し遠いかもしれませんが、僕もご一緒しますから、よろしくお願いします。西の方角ね。これはどうしよう。ドドリア迫ってる。また敵だ。デンデとクリリンはついに最長老に到着した。中からナメック星人の若者が出てきた。ネイル、よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいてだ。ではなぜここを離れなかったのですか。最長老様はもはや高齢で死期が近いことを悟っておいてだ。ここにそっととどまり、私がお守りするしかあるまい。さあ中へ。
最長老。ようこそ。まず、我が子を助けていただき、いただいた礼を言いたい。ありがとう。どうやらその悪党どもは、ドラゴンボールを狙ってるようですね。ナメック星に住む者の知恵と力の証、希望の玉がまさかこのようなことを。単刀直入に言います。あなたが持っているドラゴンボールを貸してもらえませんか？ベジータやフリーザには絶対渡しません。約束します。ハゲでお願いだ。でんでも私からもお願いします。すみません、地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてください。最長老はクリリンのハゲ頭をに手をかざしたんだな。これは愚かな。元通り一人になれば死なずに済んだかもしれんのに。よろしいでしょう。あなた方の望みもこれまでの勇気も大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。しかし私の命はあと数日しか持たないでしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。やめません。あんな奴らに永遠の命を与えてしまうよりはマシですから。このドラゴンボールは命がけで守ります。ところであなたは飛び抜けた力を持っているのですね。しかし惜しいことにまだ眠っている力がある。その力を起こしてあげましょう。最長老は再びクリリンのハゲ頭に手を置いた。するとクリリンの体から力が吹き出してきた。すごい、生き返ったような勝ちです。でもこれをあんまりやるとあなたの自分が減ってしまうのでは。今のは力を引き出すきっかけを与えただけですから、私の寿命には関係ないのです。じゃあみんなを連れてきてもいいですか。みんなもすごい力を眠らせていると思います。でんで待っててくれ。すぐにみんなを連れて戻ろう。クリリンをフルパワーで Z 戦士の元へ戻った。そのパワーをベジータが感づいたことを知らずに。なんとベジータがその頃ピッコロ海王様の元で修行に励んでいた。海王ではピッコロよ、重力が10倍もある。この星でレベル30になるまで修行をするのじゃ。疲れたらここへ戻ってくるのだ。こんなのあるんだ、ピッコロの修行なんて。よし。ついにピッコロ海王様の修行を完了した。あとはドラゴンボールで蘇るのを待つばかりとなった。クリリンが最長老のところから戻ってきて、そこでのいきさつを話した。みんなをパワーアップさせるための Z 戦士全員に再び西の方角にある最長老の家へ行くことになった。みんなでかい。最長老のところに着いたぞ。この感じはベジータ。みんな早く強くしてもらってくるんだ。おお、クリリン、なんてスピードだ。よく見つけられたな。当たり前だ。貴様たちとは出来が違うんだ。さあ渡してもらおうか、最後のドラゴンボールを。ベジータが最長老に気づいた。あの家に他にも何か嫌があるな。ボールを隠したのはあそこか。ベジータは最長老の家の中へすごいスピードで入っていった。その時すでに Z 戦士のパワーアップは完了していた。この辺で確かギニュー特戦隊来るんじゃなかったっけ。同時に最長老は得体の知れぬ大きな力がナメック星に近づいていることを感じていた。ご飯、お父さんだ、とうとう来たんだ。あれ、数が一つじゃないような。まさかギニュー特戦隊。1,2,5、間違いない。フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった。これあれだ、ボールをよこせって言って、あれだ、願い叶えさせろとか言うんじゃなかったっけ。騙されるもんか。そんなことしたらお前の思うツボだ。よく聞けよクソ野郎ども。
義乳特戦隊ってのは今の俺以上の奴らが5人もいるんだ。奴らは俺や貴様らなどすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。だけどこれね、ザーボンもまだ倒してない。道はたった一つしかないって言ってる。俺を不死身にして奴らを倒す。絶対やらねえ。 Z 戦士たちは不本意ながらもベジータと手を組むことにした。最強最悪の義乳特戦隊の接近を感じた Z 戦士たちはベジータを不死身にするためフリーザたちが持っているドラゴンボールを奪うことにした。それしか義乳特戦隊を倒す方法はないからだ。Z 戦士はフリーザたちが持っているドラゴンボールを探すためドラゴンボールレーダーのスイッチを押した。全然まだ倒してないキャラがいるんで、トルドリアとかね、それを倒しに行くか。トルドリアいる。音でいいや。お、2のダメージ受けた。お、ベジータいる。あ、かわされた。一撃。驚異のチャオズの一撃。クリリン強いぞ。よし、ザーボンだ。天津飯気候法だ。これをザーボンに浴びさせてやる。見てろ、天津飯の気候法。三つ目のハゲがフルパワーで気候法打つぞ。気候法イエーイ、一撃。驚いたら貴様ら、ゴミどもにこんな力があったとは。だがそのせいで長年眠らせていた真の力を目覚めさせてしまった。お、バゲるな。美しいザーボン様が醜い姿になるっていう。だから変身したくなかったんだよ。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。私に勝てぬものがフリーザ様にかなうと思ったさあ死ぬがいい。したら次どうしよう。ヤムちゃんの早期弾で、じゃあザーボン様を破壊するか。お、ひさざざ来た。エネルギー波。お、食らった。5のダメージ。ああれや、天津飯がこれで。おお、さすがザーボン生きてる。うん、 ZZ だもんね。防御力 Z だもん。みんなもう総攻撃でサンドバッグやってる。ザーボン、すごい、まだ死なない。ヤムちゃん早期だ。ここでヤムちゃん様の早期弾だ。食らえ。倒した。よし、9位だ。もっとでいいや。お、天
天津飯敵全員攻撃、9位に対してどれぐらいダメージ与えるか、一撃だ。もう全然ゴミレベルじゃねえなこれ。一撃です。ザーボン強かったな、そっから見たらな。Z 戦士たちは全てのドラゴンボールを集めた。願いを叶えるためこの場所から離れた。しかしその頃フリーザの宇宙船ではついにギニュー特戦隊が到着するところだった。やっと到着しましたね。待っていましたよ。やっと到着しましたね。待っていましたよ。もうなんか卵の中から生まれてる人みたい。リクーブバーダジースグルドギニューみんな揃ってギニュー特製トーイ出たな。お待たせしました、フリーザ様。今回の我々の使命を教えてください。裏切り者のベジータが私を邪魔しています。死なない程度に痛めつけてここに連れてきてください。ドラゴンボールの在りかを吐かせたいのです。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。ここからそう遠くない。一応高速移動中のようですが、一緒にいる者たちは何者でしょうか。かなり高い戦闘力を持っているようですが、ザーボンさんやドドリアさんたちの邪魔をしたハゲやチビどもですね。その者たちは殺してしまいなさい。わかりました。じっくりと遊んでやりましょう。よし、ではフリーザ様行ってまいります。よし来い来いって、近くいるんだけどね。おい、お来た。ようベジータちゃん、おい接近してくるのか分からなかった。やろうとも、もう少しだったのに。おや、もしかするとそいつがドラゴンボールってやつかな。てめえたちなんぞに渡してたまるか。では強引にいただくまでだ。貴様ら命と一緒にな。渡すわけねえべよ。そうか、ボールを渡すより死を選ぶか。久しぶりの運動だ。たっぷりと可愛がってやるぞ。よし、じゃんけんで決めるってですね。グルトと戦うんじゃないの。マニュアル。オートでいいや。さてどうだろう、実力のほどは。お、避けた。あ、食らった。一のダメージ。お、ギニュー敵全員攻撃爆発だ。こんな技があんのか。5。これ美味しいね、全員攻撃できるっつうの。ちょっと白目になってる。もうベジータ、あー全然攻撃できない。イレイザーガン出た。お、11ちょっと食らった。クラッシャーボール出た。みんな必殺技の応酬だな。早期弾で、あ、早期弾で、だからヤムチャ示したんだ。俺の方が本格的な技だっつって。ヤムチャ早期弾に似てる。よし、ご飯の攻撃だ。126のダメージ。グルド弱いんだよ。一撃だ。お、ベジータ。115。お、チャオズ。敵全員攻撃だ。93。
45、あんまりダメージ与えられない。100、やっぱ強いな、ギニー特戦隊。32、64、強いじゃん。お、カカロット来たぞ。ついに悟空がナムク星に到着した。早くみんなを助け探さないと。待っていろ、今こそ100倍の重力にも耐えた修行の成果を見せてやる。悟空は Z 戦士がいる東へ向かった。東ね、オッケお、エネルギー花。魔線香使えよ。お、何ですか、気候法。出た、気候法だ。天使派の大技、気候法だぞ。倒した。さすが気候法だ。お、ベジータ。お、必殺技。お、避けた。さすが天津飯。スーパーエネルギーが。おお、カメハメハよりでかいぞ。しかし避けた。うわ、後ろ疲れたぞ。銃。悟空がつく前に勝負ついちゃうんじゃない、これ。よし、また必殺技。お、なんだスピードアタックって。お、結構食らったじゃないか。もうベジータ30。うわ、防御力 Z か。あ、倒した。あれ、じゃあ天津派の指針の剣の気候法はどうなる。お、ここに来るか。出た。あ、でも普通の気候法じゃん、これじゃん。あれだけしか、指針の剣って力分散されるんじゃん、あったっけ。4分の1したら普通の気候法と変わんねえんじゃね。あ、これ倒したね。よう、みんな待たせん、遅えよ。
これ帰らせるのか。怒ってる。まったくてめえの甘さにはいつもながらヘドが出そうだぜ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれんかったようだな。そっかそっか、こんなことではフリーザに絶対勝てんぞ。貴様はやつの恐ろしさをまるっきり分かっちゃいないんだ。不死身でもない限り。そっか、まずはピッコリ機械らせること先決だ。 Z 選手は願いを叶えるべくドラゴンボールを地面に置いた。いでよ神論、そして願いを叶えたまえ。Z 選手たちは唖然としわけがわからないも沈黙の時が流れていた。シェンロン出るのか。あ、出た、フリーザ。最長老の家の中ではすでにフリーザの接近に近づいていた。やはりとうとうここを鍵つけられたようです。もうすぐそこまで。お、ネイルさん戦うのか。まあいいでしょう、塵の一粒ぐらいは放っておきますか。フリーザはデンデを無視して最長老の家へ。知りかい、デンデのこと。私はフリーザというもので、あなたたちにドラゴンボールのことでお聞きしたいことがあるんですが。お帰り願おう。邪悪な者にドラゴンボールのことを教えることはできない。素直になった方がいいと思いますよ。あなた方を殺すぐらいわけはないのですから。ではそうするがいい。だが戦う前に言っておくぞ。このお方はナメック星の最長老様でドラゴンボールを作られたお方だ。頭に叩き込んどけ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。フリーザは最長老の方をチラッと見た。チラ？なるほど、どうやら嘘ではなさそうですね。確かに他のナメック人とは違う。どうせあなた方も何も教えていただける気はないのでしょう。ですが殺されそうになっては言わないわけにはいかないでしょう。ネイルはお前が思っていることたやすくは倒せまい。彼はこの星でたった一人の戦士タイプのナメックス人だ。最長老様は寿命が近い。ここで高々って巻き添え食らってはお前にとってもまずかろう。場所を変えるぞ。おそこまでの戦いになるとはとても思えませんが、まあいいでしょう。ネイルとフリーザは最長老の家を出て少し離れた場所へ移動した。最長老、すまんなネイル、せめてデンデが地球人たちのところへ到着するまで持ちこたえてくれ。もはやこの星の運命も彼らが握っているのだ。デンデを何としても東にいる Z 戦士のもとへたどり着いてくれ。うわ、デンデにそんなにも、これ勝てんべ。29、飛ぶ。どこに飛んだらいいんだろう。あー、そっか、このターンごとにやるのか。お、かわした。強いぞネイル。あ、いた。すごいな、フリーザ。
けてはいないけどね。どうして負けると分かっているのに逆らおうとするのか理解できませんね。いい加減に喋ったらどうですか。くっくく、もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人のところに着く頃だ。お前が知りたがっていることを伝えにな。あのチビがだって義乳特戦隊との間に何かが起きた。己願いを叶えるのこのスリーザ様だ。貴様ら下等動物などでは断じてない。もう相当怒りだ。怒りに震えるフリーザーフルスピードでデンデの後を追った。ついにデンデが Z 戦士の元に到着した。クリリン、助かったよ。ドラゴンボールが揃ったのに何も起こらなかったら起こらないから最長路さんのところへ聞きに行こうとも思ってたんだ。そうだと思いました。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないのです。よし急ごう。ベジータにわからないドラゴンボールそっと運んだ。都合のいいとこにベジータ最近の不眠不休の疲れが眠っているところだった。デンデ早く願いを叶えさせてくれ。は、はい。タッカラプとポッポルンガプピリとパロ、なんだそれ。イデオシェンロンってやつか。お、いよいよシェンロン出てくるのか。出た。すげえ迫力あんな。どんな願いも叶う限り3つだけ叶えてやろう。叶えられる願いは3つ。さすが本場のシェンロン、気前がいいや。ご飯聞こえるか。海を通してお前の心に直接話しかけている。呼び捨てにするよな。するなよな。海王様といえ。よく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも蘇るはずだ。二つ目の願いを言うぞ。生き返った俺をそのナメクセに飛ばしてくれ。俺は戦いたいんだ。生まれ故郷の仲間を殺したフリーザってやつとな。頼んだぞ。三つ目の願いを好きにしろ。Z 戦士たちはポルンガに願いを叶えてもらい、ピッコラナメク星の大地に蘇った。しかし場所を指定していなかったため、Z 戦士たちから離れた場所にピッコラは蘇ってしまった。妙に懐かしい気分だ。おっと、それどころではないな。北西の方角にいる後半たちのもとに急がねば。その時この異変に気づいてベジータが Z 戦士たちのところへやってきた。やはりそういうことだったか。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つは願いが叶われます。しかしその時ポルンガは消えてしまい、ドラゴンボールはただの石になってしまった。ドラゴンボールを作られた最長老様にとうとう寿命が、最長老様が亡くなられたのです。なんだと、このクソガキ、俺の黒口はどうしてくれるんだ。その時フリーザが近くにいることを気づいた。どうやらフリーザはことのすべてを理解しているようだった。やってくれましたね、皆さん。よくも私の不老不死の夢を見事に打ち砕いてくれました。初めてですよ、私をここまでコケにしたおバカさんたちは。フリーザの表情が険しくなった。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとダブリ殺しにしてくれる一人たりとも。逃がさんぞ、覚悟しろ。敵が現れた。マニュアル。飛ぶ。ネイル死んでる。瀕死のネイルを見つけた。俺とそっくりだ。ナメック人か。死にかけだな。地球人の言ってたナメック人か。そうか、彼の願い叶ったのよかった。驚いた。どう、鍛錬したか知らんが凄まじいパワーを持っているな。それだけに残念だ。元通り一人のナメック人になっていればフリーザにも勝てたろうに。今更どうしようもないことだ。俺はあんな奴と二度とどうかする気はない。どうかする気はない。あ、神様のことか。私とどうかしろ。私もこの星でただ一人の戦士タイプのナメック人な。お前のその力は何倍にもなる。嬉しい申し出だから断る。俺は俺でいたい。人格もない貴様などとはどうかしたくない。心配するな。人格はお前のものだ。
私はただのきっかけ過ぎない、信じられるならこのまま行ってフリーザに殺されるがいい。いいだろう、試してやる。だが少しでも気に入れなかったらすぐに追い出すぞ。言ってくれるぜ、絶対にフリーザを倒せ。いいな。おお、ネイルどうか始めた。お、これ結構大事な場面なんだ。ここで結構へへ、容量使ってる。これが同化というやつなのか。信じられんほどの力が、相手がどんなやつであろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。おお、ピッコロはネリゾン同化によりさらにパワーアップし、 Z 選手のもとへ急いだ。さあ、うん、飛ぶ。お、ちょうど着いた。ピッコロ、ついにピッコロが到着した。待たせたな、奴がフリーザか。確かにとんでもなさそうな化け物だ。ピッコロが Z 選手たちと合流した。ちょっとピッコロの技見たいな。悟空は逃げ出した。ダメだ、今の俺たちじゃフリーザには歯が立たねえ。一旦俺が乗ってきた宇宙船に戻って超重力の修行でパワーアップするんだ。急いでここから離れねえとフリーザに追いつかれてしまう。修行するための時間を稼ぐんだ。これ多分無敵状態になってんだよ、イベント発生するまで。これだったら多分無敵状態でないんじゃないか。ちょっと使うたねえか。600、へえ。50万ぐらいじゃなかったっけ。いや、すごいな。クリリン、キエンザン、キエンザン食らった。お、259。なんかこれもう少し、600だったらあともう少しで倒せんじゃない。カメハメやかい。あ、倒した。大ダメージを食らった。お、したら第二形態に変身するのか。ほっほっほ、さすがにギニュー特戦隊をやったというだけのことはありますね。ならばあなた方にどうしようもない恐怖と絶望感を与えてあげましょう。来たか、第二形態。お、結構容量使ってるな、ここで。ふっふっふ、宇宙人の中には必要に応じて変身するやつがいるが、俺の場合は違うぞ。パワーがありまりすぎて自分でもうまくコントロールできないからだ。これはすごいな。あと2回も残している。恐怖と絶望に怯えるがいい。そうですか。うーん、音でいい。
ああ強えな。え、戦闘力どれぐらいなのこれで。防御力高いな、7か。なんだ、エネルギーかかい。なんだなんだ、どれぐらい食らうんだろう。100。強っ。さすがフリーザ。Z でやっぱりあれだね、必殺技打ったら強いな。なかなか強いカードが出てこない。倒した。第三形態か次。クックック、今までは悪かったな。貴様たちを舐めていたんだ。だが思ってたよりできるんでな。俺の実力を見せることにした。実力をな。第三形態かい。第三形態が一番あんまりかっこよくないんだよ確か。これだよね。あんまかっこよくない。お、エネルギー波いきなり来た。182。いい、そんなに食らった。しかも守り Z だ。お、魔線香。41。ああ Z だもんね、守りね。お、何だ、天使眼必殺技、必死の剣。果たしてどんだけダメージ与えられることができるか。45、まあまあ。ちょっと防御力がちょっと高すぎるな、Z は。カードが弱い。いやー、Z とか必殺技とかそんなばっかりだな、お守りが。なんだろ、拡散エネルギー波か、爆発か。避けろ。93。いい、100近く食らった。
うおー112。あ、これすごい食らう。200とか135。おお、すげえな。100超えだ。ちょっとこれじゃ勝てんな。勝てんっていうかダメージ与えられない。守り Z じゃちょっとね。ドドンパ避けられた。当たった。お、ヤムチャ Z だ。Z を必殺技に変えるか。ちょっと待ってよ。よし。七ね。して、戦闘悟空。早送り20倍カメハメハだ。守り7なのかな。あー6か。やっぱ6以上出るね。あ、ベジータ結構 HP が低くなってきてるぞ。20倍カメハメハ。あ、倒した。フリーザー大ダメージを食らった。殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。私の最後の変身を大サービスでご覧に入れましょう。もうまたここでヨーヨー掴んだな。やっぱ最後の変身が一番強そうに見える。これね。おお。マニュアル。それカード。まず先頭で悟空の B を回復して。そして悟空が。超元気玉。ピッコロ。ピッコロマ。あ、ちょっと待って。ピッコロマカンコウサッポだ。ご飯マ。クリリン Z。ヤムチャ海王様でいいや。お、1になってる。100。珍しいな、防御力1って。結構これチャンスだな。
あ、96くらった。超元気玉来た。これは結構ダメージ与えられるぞ。どうだ、当たった。733来た。これは来たぞ。え、ちょっと待って、使うた。 HP629。 へえ、すごいね。じゃあ1000以上あるんだ。えぇ、ー、まだ PP。 スカウターぶっ壊れんじゃない。スカウターぶっ壊れた。さ、奴の戦闘力は計り知れない。我々より上か。600なんだ。あとしたらさ、じいちゃん何？とりあえずしたらこれオート攻撃するか。いや待てよ。父。海王様カードをこれ必殺にして。悟空。元気玉だ。よし、これやってみよう。あと600ね、フリーザ。100万以上あるんだしたら。あ、まずいぞこれ。結構食らうんじゃないか。おー、ベジータやられた。スーパーサイヤ人ってさ、クリリン殺されないとならないんだろうな、きっと。これ何も与えられんだろう。525。すげえ。ってことはもうあとわずかじゃない。あ、出た。よし、したらこれで海王拳20倍カメハメハだ。あともう残りわずかだな。これで多分仕留めたろ。600なら残り。ピンチマーク出てる。ってことは最後は締めは悟空だな。あら、なんと悟空でなくてご飯で終わってしまったか。なんだなんだ、必殺技で終わりたかったな。いや、フリーザはあのくらいで死ぬようなやつだよ。じゃねえ、超元気玉でとどめだ。こんなものを、こんなものを、くわあ。すげえ。
お主たちよくやった。わしはもうダメかと思ったぞ。それでは天下一武道会のパスワードですか。これ結構大変だな、このゲーム。これでも普通にやったらどんだけ時間かかるんですか。これでも3時間ぐらいかかってるよね。いや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 、あんまりだけどボスと戦いって少なかったような気がする。あのドラゴンボール移動、そうそう、移動が長かったよ。もう移動がやたら多かった気がするよ。この移動が多いってのもちょっと嫌だよね。だって結構戦闘になる確率高いからさ。いや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 、すごかったな。カーボス、ユーズ、こんな知らねえ、こんなキャラ。アプールね、アプールは原作でも出てくる。いや、これどこでもいいキャラだな、紹介あるんだね。ナップル、ロバリー、モンリー、クランボ、ナバナ、ネイベル。知らねえ、もういろんなキャラ作っちゃったね。フリーザじゃん。そのわけのわかんないザコキャラの後にフリーザかい。ザーボンとかギニュー特戦隊の後にフリーザにすりゃいいんじゃないの。ギニュー、これ全部よ。赤目線に。カリン様、ブルマ。ミスターポーポー。じっちゃん、エンマン、大王。占いバーバー、海王様。父。ウーロン、ヤジロベ、ギューマーのおっちゃん。ネイル。デンデ、最長老、ホルンガ。いやいやいや、結構大変なゲームだね、これ。移動が。カードでいちいちこう、選びながら移動するでしょ。時間かかるよね。戦闘も結構長いから。いやいやいや、でもこれ、ファミコン版ってもう一個あるんだよ、ドラゴンボール Z。人造人間のやつね。次それをやってみるか、したらまたオフラインチートで。お、止まった音楽。おお、スーパーサイヤ人になってる。クリリン殺されてないのに。クリリンのことかっていう名場面がね、野沢雅子さんのあの迫真の